トロトロ走ってんのよみたいな。あ、怒りのメッセージですか。日産 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。長年この業界にいると、走行中に車が壊れたってなっても結構動じなくなります。案内人の M です。いつどこで何が壊れるかわからないドキドキ感とともに走っています、カメラマンダブルです。はい、ということで、これ一応誤解なきをお伝えしますと、ダブルさんの車は御年何歳でしたっけ。二十何歳かですね。はい、しっかりメンテナンスをして乗ってはいただいていると思うんですが、とはいえ長年乗っていると何が起こるか分かりませんので、そんなドキドキとダブルさんはいつも戦って走ってるんです。はい、はい、ということで、今回の動画は、車が故障したりすることに、関係したりしなかったりという、そういう話をしていきます。何なのかと言いますと、私たち実はまだ車のですね、メーターに表示される警告ランプとかについて動画にしたことなかったんですよね。ダブルさんは、警告ランプとかチェックランプとかって言いますけど、車のメーター内にいろんなライトをつく、それぞれの意味って結構詳しいです？いや、あんまり。あんまりですよね。はい、ということで、今回はこちらのページ、日産自動車の取扱説明書簡単早分かりガイドのページからですね、ちょうどいいのがあったので、ダブルさんと一緒に見て、このランプってどんな意味なんだろうっていうのを見ていく企画となります。どうぞお付き合いください。それでは行ってみましょう。では改めまして、こちらですね、概要欄にもリンク入れておきます。日産の公式の取扱説明書とかがダウンロードできるページなんですけれども、ここで自分の車のモデル名、今回はセレナの新型 e パワーで行ってみたいと思います、年式とかを選んで検索をしていただくとですね、ここに簡単早分かりガイドとか簡単早分かり動画とか車両取扱説明書とかいろいろ書いてあるんですね。で、今回私おすすめしたいのはこの車両取扱説明書のビジュアル版というやつです。こちら開きますと、ビジュアルで車の使い方、いろんなことを教えてくれるんですね。これ結構よくできた、よくできたページでったの、私が言うのも偉そうな話なんですけれど、こう見ていただくと、こう車のあれこれってなんだろうみたいなやつをですね、チェックするとしっかり説明してくれて、しかもその使い方もちゃんとパッとアクセスできるようになってるんですね。このページ結構ダブルさん使ってるんじゃないですか。使ってます。はい、私たちの動画の中でいろんな機能の説明した時とかにこのページから引用したりとか結構してるんですね。はい、で今回ダブルさんと見ていくのがここです。警告灯、警告メッセージ、ブザーというところ。ダブルさん、ここってチェックしたことありました？ないです。ないんですね。やりました。じゃあダブルさんにここからいろいろ聞いていきたいなと思います。ちなみにもう早速ですね、こちらセレナの e パワーのメーターが表示されていて、チェックランプ、警告灯が全部つくとこんな感じになってるんですけれど、どうです、見た感じどのランプも大体わかる？大体。あ、大体わかる。大体。あ、大体わかる。あ、じゃあやりました。逆にじゃあこれって全く心当たりないなっていうのは、ん、あ、これ亀さんマークみたいな。早速すごいなんかいいところついてきましたね。ここに亀さんマークついてるんですよ。これなんだと思います？トロトロ走ってんだよみたいな。あ、怒りのメッセージですか？ちょっと想定外の回答が来て私びっくりしたんですけれど、これ押してみるとちゃんと説明出てくるんですね。はい、出力制限表示等と書いてあります。はい、これじゃあ何なのっていうと、ちゃんとクリックすると出てくるんですね。はい、出力制限表示灯、正常な時はパワースイッチオンにすると点灯し、数秒後に消灯するんですが、次の時には点灯します。リチウムイオンバッテリーの残量が極端に低下している時、真冬の屋外などでリチウムイオンバッテリーの温度が極端に低い時、上り坂の連続走行などで走行用モーターやリチウムイオンバッテリーなどの温度が極端に高い時、発電制限がされている時ということで、何かの問題があって、e パワーの走行用のバッテリーに充電があんまりされないとか、
すごくバッテリーの充電容量が減っているとか、そういう時にこれが表示されて、なおかつ点灯中は走行用モーターまたは発電用モーターの出力が制限され、アクセルペダルを踏み込んでも速度が上がりにくくなる。トロトロ走ってんなよじゃなくて、ごめんちょっとトロトロ走るわっていう、そういうメッセージなんですね。まあ、私たちしこたま e パワーのいろんな検証とか試乗とかしてきた中で一度もこのマーク出たことはないんですけれど、でも走行のシーンによって、もしくはまあここに書いてある通りで、めちゃめちゃ寒い時とか、すごい長い上り坂登ってってバッテリーがすごく熱々になっちゃったよとか、こういう時にはこの表示が出る場合がございます。なんか早速いいところついてもらったんですけれど、じゃあ私からちょっと出題してもいいですか。はい、そうですね。じゃあもうこれは私ダブルさん絶対知ってると思うんですけど、これ温度、何の水温、お水温というのはだっけ、冷却水。おお、素晴らしい正解です。やった。冷却水がこの水色のマークの時は冷てえよってこと。そうなんですよ、はい、エンジン冷却水の低水温表示等と書いてございます。まあこれもあのご存知の方多いかなと思うんですけれど、はい、エンジン冷却水の温度が低い時に点灯しますよということで、まあ e パワーとはいえ発電専用のエンジン搭載されております。このエンジン水温が低い時には停止、この表示がされていて、まあ、これ表示している最中はエンジン温めるためにあの回る頻度が高くなったりとか、ちょっと高回転で回ったりとか、そういう動きが発生するかなと思います。でこれダブルさんが乗ってるらしいにも多分ついてますよね、はい。ガソリンエンジン搭載されている車、基本的にこの低水温表示灯というのがついてまして、まあ言ってしまえばエンジンまだまだ温まってないよっていうのを教えてくれる、装置になっております。あとこれガソリン車、逆にエンジンの水温が加熱してオーバーヒートしそうになってくると、それはそれで警告が出るようになっております。じゃあもう一個いってみましょうか。そうですね、じゃあこれはなんか車に予期せぬトラブルが起こっている。予期せぬトラブルがやばい、やばい、これがついたら何かが起きてる。はい、こちらですね、e パワーシステム警告とやばい時です、はい、こちらですね、はい、これもパワー接地オンにすると点灯して数秒後に消灯するようになってるんですが、この e パワーのシステムに何か異常が発生すると点灯するというものになっております。点灯した時には速やかに安全な場所に停車し、日産販売会社に連絡してくださいということで、まあ、これがついてるのを見たらすぐにお近くの日産へご連絡をいただければと思います。本当警告ランプとかっていう通りで、この中には普段はついてはいけないものが結構含まれてたりします。じゃあもう一個ダブルさんに聞いてみましょう、はい。まあ、もう一個というかもう四個というか、もう4個、はい、じゃあ例えばこの真ん中の緑のやつはライト、もうちょっと詳しく言ってみません？これなんだ？ハイビーム。あ、違う？ Really？ えっとハイビームはこっちです。そっちか。はい、ハイビームこの青い方です。なんでそれ？嘘ですよね。これははい、ライトがついてると大体これつきます。あ、そうなんですね。はい。でも表示としてはテールランプ表示灯と書いてあるんですけれど、はい、実はこのランプはこのメーターの表示っていうのはテールランプ、まあ、テールというか前後のスモールランプがついているときにつくようになっているんですね。車幅灯、尾灯、番号灯を点灯させると点灯しますということで、前照灯じゃないんですよ、ヘッドライトじゃないんです。実は ちっちゃいやつ、はい、これがつくと必ずここのテールランプ表示灯というのがつくようになっています。で今チラ見えしちゃったんですけれど、じゃあこれはこっちのフォグ、右から2番目、じゃあ一番右は
後ろのフォグ。おお、すごい。やった。正解。こっちが、緑の方がフォグランプ表示灯で、一番右がリアフォグ表示灯なんですね。はい。まあ、これはその通り、バックフォグがついてたらこの黄色い方がついたりします。で、これがハイビーム。じゃあこっちは？自動で。まあ、そうです。自動でハイビームが。オンオフするやつ、はい、こちらがハイビームアシスト表示灯、または車種グレードによってはアダプティブ LED ヘッドライトの表示灯ということになっております。ここで一つ気づきません？前照灯のランプってないんですよ。普通のヘッドライトついてますよっていうお知らせはないんです。ここにないんですよ。普通にないんですよ。私もなんでこれないのか知らないので、ぜひコメントで知ってる方教えてください。まあ、ついてんの走ってりゃ分かるだろうっていう、まあ、そんなとこはあるんですけど、これは、まあ、大抵前照灯ついてるときは必ずこれつきますけれど、スモールランプだけついて普通のヘッドライトオフの状態でもこの真ん中の緑色のやつつくんですよね。なんかとした瞬間に、あれヘッドライトつけてんだっけ、つけてないんだっけって思った時に確認が多分取れないんですよね。見りゃわかんだろって言われるかもしれないですけど、はい、というような感じでございます。じゃあ逆に W さんがこうやって見ていただいて気になるものあります？この歯車びっくりマークみたいなやつ、はい、はい、こちらは、電性シフト警告灯。私も知りませんでした。電線シフトということで、まあ、そうですね、セレナの e パワーはシフトレバーが電気制御になってるんですが、それが異常があると点灯しますということで、なるほど、シフトだから歯車マークなんですね。あ、はい、という感じで、まあ、これも点灯したら速やかに日産販売会社で点検を受けてくださいというものになります。いう感じでですね、まあ、今見ていただいたのがセレナの e パワーのものになります。ちなみにもう一個見てみましょう。こちら日産サクラ、今まで見たのは e パワーですが、今度は 100% 電気自動車のサクラですね、はい、これも大体構成は同じなんですけれど、いくつかですね、まあ、なかったランプがあったりします。この辺、この辺ですね、この辺、これ、はい、これはでも大体わかりますよね、何のランプか。充電してます設定、はい、プラグイン表示灯ということで、まあ、充電してますせというよりは充電プラグが刺さってますせっていうやつです。で、もう一個、まあ、これサクラだからっていうわけじゃないんですけれど、結構気になってた方多いかもしれないのがこのマーク、これですね、まあ、見るとセキュリティインジケーターって書いてあるんですけれど、実はこのランプって他の車種でも駐車中いつもピコピコしてるんですよ。ずっと点滅してるんです。車降りてふっと運転席覗き込んでみたらずっとこれ点滅してるんですよ。なんでってたまにご質問いただくことあるんですけれど、はい、こちらですね、まあ、パワースイッチがオンの時以外は点滅します。走行中、まあ、エンジンついている時以外はずっと点滅してまして、まあ、これですね、盗難防止装置イモビライザーがちゃんと機能してますよっていうのをお知らせしてくれるランプになってるんですね。ということで、これいつもピコピコしていると。で、ついでに言うと、これも車種によるんですけれど、これですね、緑色のこの車が前後になっているようなランプ、これ走行中エンジンつけてるときオンになってるときずーっとついてるんですよ。これ何なのっていうと、走行可能表示灯、名前の通りですね、走行できる状態になると点灯します。走行中も点灯し続けます。あ、これがついてたら走り出せるのねというものになるんですね。はい、これもサクラとか、あとハイブリッドの車とかにもあったりします。そう考えるとセレナにはでもこのランプってないんですね。この辺もなんかどういう基準なんだろうなと思うんですけれど、
セレナがないんですね。ちなみにサクラの方は他になんかダブルさん気になるのあります？デンジャーって感じのやつ。あ、デンジャーってやつ、これ、まあ、マスターウォーニングっていう、これがまあいわゆる警告灯って一般的に言ったりもするんですけれど、これが表示されると、まあ、黄色と赤色がサクラの場合あるんですが、ちなみにセレナは赤だけなんですよね。これ色によって表示されている内容が違うんだと思うんですけれど、これが表示された時は同時にメーターに警告メッセージが出ます。いろんな何かが起きている時にこれ表示されるんですけど、メッセージ表示された場合こちらと書いてあるので、ここをクリックするとですね、警告メッセージの一覧も出てきます。例えばドアスイッチを押してくださいとか、インテリジェントキーを接触させてくださいとか、いろいろ出てくるんですけど、例えばですね、さっきの出るときになんかこう、あ、こんなの教えてくれるんだ、急販路に停車しています、車が動くことありますなんてのは、あ、オートブレーキホールド付きの車ですけれど急な坂道で停車してると動くかもよって教えてくれるんですね。まあ、これは置いておいて、なんかここですね、ヘッドランプシステム故障取扱説明書を見てくださいとか、システム故障とか、ソナー故障とか、何か故障したエラーのメッセージが出たときにこのびっくりマークの、ライトがランプがつくようになっています。ちなみにサクラもですね、 EV 車バッテリー走行車ということで、こちらもさっきのセレナと同じようにカメさんマークがあるんですけれど、これはやっぱり出力制限表示灯で、サクラの場合は、まあ、特にですね、そこ用のリチウムイオンバッテリーの残量が本当にすごい減ってきちゃうと、トロトロ走行しかできなくなる。で、私たち以前サクラのバッテリーをできるだけ減らすっていう走行した企画があるんですけれど、その時は 10% 切りを目安に走っていました。でも残り 10% 切ったぐらいじゃこのランプ表示されないんですよ。もっともっと減って本当に少ない時にこれが出てくるというものになります。ということで、今回はですね、メーターの警告表示、警告灯についていろいろ見てきたんですけれど、自分が乗っている、いつも乗っている車だけど、なんかいつもこのランプついてる、なんだっけとか、突然出てきて、あれこれどうしようとか、そういうシーンあるんじゃないかなと思います。そんな時はこの動画ぜひ思い出していただいて、そしてスマートフォンなどからでもこちらのページアクセスしていただけます。車両取扱説明書のビジュアル版、これ見ていただくといろんなことにスッとアクセスできるようになっています。でもちろん車にもともと搭載されている紙の取扱説明書にも同様のことを書いてございますので、ぜひ合わせてなんか暇な時にですね、見ていただくと結構新しい発見がございますので、やってみてもらえればと思います。ダブルさんどうでした？意外と知った気してましたけど、全然知らなかったなって思いました。割と知らないんですよ、はい、私もあ、これなんだっけって結構思うんですよ。時々見ましょうね、説明書ね、はい、皆さんもぜひ見てみてください。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんので、お勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。